もう最悪。もう本当に。はい、こんにちは、あちゃんでーす。今日は購入品を紹介していこうと思います。マジで可愛いから最後まで見てください。はい、1着目はこちらでーす。こんな感じでロングのワンピースになってます。超可愛くない？超可愛いよね。これは、スナイデルで購入したんですけど、ていうかママに買ってもらいました。この上のね、ビスチみたいになってて、この上の部分が外れるの。中はキャミワンピになってるから、キャミワンピだけで、こう上になんかデニム、短い短丈のデニムとか羽織ってきたら、可愛いなと思って買いました。着回しが効くのめっちゃ好きなんで、あとキャミワンピめっちゃ好きなんで買いました。はい、次、2点目でーす。またスナイデルだし、またワンピースです。ね、本当に最近ワンピースにハマってる、可愛い系にハマってる、ちょっとなんか大人っぽい、お姉さんっぽいのに憧れてるで、こんな感じで、またワンピになりますね。なんかデニムの素材めっちゃ好きで、で、しかもこのね、肩のフリルとか、これリボンがついてるのがマジで可愛いなって思って買った。こことかもね、なんか開いてて可愛い、ちょっとエロくて可愛い。はい、3着目。もうさっきまでと全然違う。まあ全然違くはないか、ピンクだから。普通に T シャツが欲しかった。もう急に暑いから、普通に T シャツ欲しくて買ったんだけど、これは109の中に入ってるアンビーっていうお店で買ったんだけど、アンビーって最近マジでピンクの服多くて、もう多分今ピンクの服にハマってる人ってめっちゃいると思うんだけど、ピンクの服欲しいよっていう方はみんなアンビーに一旦行ってください。ガチで、このね、刺繍がね、伝わるかな？この刺繍が、全部刺繍。プリントじゃなくて、普通に全部刺繍で、なんか立体感ある刺繍なのね。可愛いと思って。白とピンクっていうのがまた可愛い。なんかこういう服は、なんかこんな感じ。で、なんかこう、くるってやって着たいなって感じです。で、今この服のコーデで一緒に着てた、このパンツがマジで可愛くて、これはスパイラルガールで買ったんだけど、同じ109なんだけど、このチャックの部分がね、ここね、こうね、こうなってんじゃん。ここチャックやん。ここ開くやん。こっちまで開くの。やばくない？これ半分になんの。めっちゃ、エロいよね。この服のデザインマジで可愛くて。しかも、こうめっちゃ短い、この短パン。普通に電車乗るときは気をつけようねってぐらい短くて超可愛い。ギャルの皆さんはぜひ買いに行ってください。じゃーん。これはインスタで着て、めっちゃどこのって聞かれた服。めっちゃどこのって服れた服連なんですけど、めっちゃどこのって聞かれた服なんだけど、これはグレイルで買ったものです。すごい可愛かったんだけど、何回か着たらダメになっちゃいそう。めっちゃグレイルでね、1万円ぐらいかな、購入品紹介しようと思って買ったんだけど、なんか、外れって言ったらあれだけど、なんか自分が思ってたのと違うのが結構届いて、その中でも、結構可愛いって思ったのがこれでした。中に同じグレーで買った、グレーで買ったキャミを着てる。で、透けてる感じがまたね、可愛い。肩出てる感じも可愛い。で、下に着てる、この下に合わせてるスカートはまたスナイデルで買ったやつですね。マジで可愛かった。ほら見て、透けてないの、全然中が。で、本当に凝った仕様になってて、スカートの下の、まあ、やばい喋りすぎちゃう。もうやー、はい、で、なんか春になってきたから、春っぽい靴を合わせたくて、ミュールも買ったんだけど、じゃーん。これは、ランダで買ったやつ。で、なんかさ、これさ、何回履いたのかわかんない。3、4回しかまだ履いてないのに、なんかボロッボロなんだけど。なんで？いや、ボロッボロ、見て。どういうこと？ボロッボロなんだけど。ボロッボロなんだけど。まあ、でも見て、この、こう、ゴールドの、あれがついてて可愛い。っていう感じで、こういう服とかに合わせて、ゴールドのピアスとかと合わせてね、今ね、これも購入品なんだけど、ディオールのピアスを買った。かわいい。次何点目かもうよくわかんないけど、次でーす。はーい、次はもう結構露出する感じの服。もう大好きなんですよ、実は。肌見せする服めっちゃ好きで、めっちゃ買っちゃう。これはジェイダで買いました。可愛くない？お腹も出て、ここ肩もちょっと落として着る感じの仕様になってて。しかもタイトワンピースもめっちゃ好き。で、それに合わせたい靴も買ったんですわ、これね。ギャルっぽいのめっちゃ好きだから、こいつ系統どうなったんねんってみんなもう今思ってると思うんだけど、またジェイダ。なんかこういうシンプルな、黒いタイトワンピに、こういう、何柄あったんだっけ？パイソンみたいな。まだ一回も履いてないけど、もうちょっと暖かくなってきて、ら、履こうかなって思ってまーす。はい、次のコーデはこちらでーす。これは、こっちの、何この羽織も、こっちの中のキャミワンピも、
フリーズマートで買いました。これはキャミワンピが好きってさっき言ってた、キャミワンピが好き、しかもデニムも好き、はい買います。でこれね、形ねちょっと下が広がってるからマーメイドみたいになってて、このマーメイドめっちゃ可愛いの。しかも、まあね、上にね羽織ってるこの何ベージュの羽織もこれもめっちゃ着回し効くから、この上に羽織ってるやつなんかデニムのパンツとかで合わせてもいいなって思ったし、中にこうビスチェンみたいなキャミみたいな着てこう羽織っても可愛いなと思って買った。はい、次の服がこちらです。これはベルシカで買ったんだけど、ベルシカのなんかラストチャンスみたいなところにあったから、もうあるかわかんないけど、ベルシカってマジでピチピチの服とか多くて、ピチピチの服もめっちゃ好きでこれ絶対ポニーテールとかして、さっきのショーパン見ましたら絶対可愛いなと思った。ダメ？ダメかな？はい、ちょっとここがさらっといくんですけど、これはまた同じくベルシカで買ったただのトップス。あのね、こういうのは本当に何枚やっても何枚やっても夏は足りない、足りない、足りないみたいな。何枚やっても足りないよーみたいな感じなんで、また買いました。もうこれ何枚も持ってまーす、こういうの。はい、で、途中で羽織ったこの、上と、あとこのスカートセットになってて、これは、ムルアで買ったやつなんだけど、黄色がマジ可愛くて。で、この中になんかキャミとかで合わせて、ちょっと肩出して着たりするのがもう最高の着方です。はい。はい、次。はい、またワンピかい。またスナイデルかいって感じなんですけど、またスナイデルです。はい、かわいい。そんでこいつ黄色ハマってんなーって言ってやってください。そう、この動画じゃ分かりにくいんだけど、めちゃくちゃ光沢のある素材なのね。なんかさらっとした光沢のある素材で、ね、これの良くない点1個言うとしたら、ちょっと暑い。なんだろう。なんだろう。すごいね。暑がりにはきつい。わかんない。どこの生地がダメなんだろう。なんかね、この服ちょっと暑いんだよね。だから、まぁちょっと肌寒い日でもこの半袖で外行けるぐらいちょっと暑いんだよね。わかんない。寒がりさんにおすすめかもしれない。だから夏の寒がりさんにおすすめです。はい、次。じゃーん。もう可愛いでしょ？このジェラピケのパジャマ。可愛いっしょ？ここでしか見せるとこないから。ね。申し訳ないけど、見せる相手はママしかいない。本当にごめんね。かかったけど、にそれで彼氏作るね、ごめんね。もうさ、ほんとにめっちゃ生地サラッサラなのよ。なんか4、5回着たらさ、ボロボロになっちゃうんじゃないかっていう心配すごい。もうお願いだからボロボロにならないでほしいって思うので、あんまり着ないと思う。はい、今回の購入品は以上、と思いましたか？あと1個紹介させて。じゃーん。かわいい！やっぱデニムが好きで、デニムが好きで、デニム素材の方にした。なんかピンクの方と迷ったんだけど、とりあえずデニムの方買おうと思ってデニムの方買った。マジかわいい、マジかわいい、マジかわいい。で、中身の番号、720番。今つけてるリップなんだけど、つけるね、もう一回。多分薄いから、薄れてるから。結構めっちゃ好きな色。店舗だとさ、手にしか出せないじゃん。だから不安だったんだけど、結構めっちゃ好きな色。で、最高。めっちゃ可愛い。だからこういうリップの色探してるよって方はみんな買ってください。これ多分ね、ブルベ寄りなのかな？でもね、結構みんな使いやすい色だと思う。ちょっと濃い赤、ピンク、赤ピンクみたいな色。あとね、もう一個ね、なんかラメが入ってる525か526か、その辺の色。めっちゃ人気で、もう売り切れてたんだけど、その色ももしあったらみんな見てみて。ということで、これで購入品は終わりでーす。参考になったら、グッドボタン、チャンネル登録、チャンネル登録は絶対して、バイバーイ。